はい、本日もですね、昨日に引き続きピーマン取りながら喋っていきたいと思います。昨日はですね、ピーマン取りながら、留学をしましたという話で、できればね、若い時、年齢問わずっていうのもありますけど、違う文化のところに行ってみるといいなって思った時の、話というか、ちょっとそこまでまとめきれず、終わっちゃった感じでしたけど、そういった意味でちょっと一つ違う文化だったなっていうところを、動画にしていけたらなと思うんですけど、そのフィリピンの語学学校ですね、マンツーマンで先生とこう、一応教科書みたいなのもあるんで、それに沿いながらですね、話はするんですけど、全然雑談というか、そういったのも OK というか、そんな感じで、どっちにしろね、話すのは英語なんで、勉強にもなるということで、そこまでそう厳しくはね、なかったというか、ちゃんと教科書通りやりましょうという感じでもない、ところだったので、あと個人的にもちょっと、フィリピンの生活がどういったものなのか、気になったりとかして、ちょっとその辺をね、いろいろ聞いてはいたんですけど、でちょっと下世話なあれかもしれませんが、なんか分からないですけど、お金の話というかね、なって、先生の方からかな、ある、女性の先生からですね、給料についての話というかもあって、で、一月に2万円ぐらいって言ってました。日本円で月2万円の給料だって言ってて、で1万円は家に入れると、なので残りの1万円で、私は生活してるよみたいな感じでしたね。2万円、いや、例えば今の日本だったらね、2万円で生活、水道、光熱費、家賃とかもしあれば、もうそれだけで不可能というかね、消えちゃったりするんで、実家住みでね、家が持ち家だったとしても、結構2万円じゃなかなか厳しいんですけども、2万円じゃなくて、その人はね、1万円入れて、残りの1万円で生活するという、そのショックというか、それで頑張ってるんだっていうね、すごい。だ、年収で言えば24万円っていうことになりますね。そういう世界というか、で、物価から考えれば、だいたい 2.5 倍とか3倍ぐらい、物価で言えば差があって、日本円の方が、ちょっと高いぐらいなので、例えば日本円で、10万円のものがあったら、フィリピンで3万3000円とかぐらいになるっていう物価の感じ。例えば初任給、日本、一応どうですかね、20万円ぐらい初任給だったとして、フィリピンで同じぐらいだったら、同じぐらいもらえるとしたら、3分の1ぐらいだったら、6万6000円とか月、2.5 倍だったらもうちょっとね、もらえてるはず、その差があればなんですけど、実際には2万円。その差額、本来入るだろうなというか、その差額っていうのが、誰かが、取ってるというかね、止めてるというか、経済を止めてるっていうか、懐に入れてる感じもあるのかなという、そういったのも見えてくるというか、例えば自分はその1ヶ月50万円ぐらいで最終的には留学みたいになりましたけど、50万円あったら、そのフィリピンのね、先生を2年ちょっとぐらいずっとマンツーマンでやってもらえるかぐらいの感じっていうことになりますもんね。だからその差っていうか、2万円かというね、ところは感じました。
あと他にもですね、やっぱり観光客の方の、お金に依存しているので、いろんなねショッピングモールっていうのがあって、アヤラとかちょっと観光客の中でもお金をこうよく、落とすじゃないですけどね、ちょっと物価高いショッピングモールとか、SM とかなんかね、いろいろあるんですけど、いろんなショッピングモールもこうあるんですけど、だいたいフィリピン人の方はね、涼んでるというか、そういうショッピングモールの椅子とかに座っても仕事もせずというか、暑いんで、もちろん家にちょっとクーラーとかね、そういった設備、ないというか、もっと言えば家はねトタン屋根というか、一個路地裏入ればちょっと治安、下手したら危ないみたいなね言われたりもするような場所もあったりするので、そういう大変さというかすごい感じましたね。で、そういうショッピングモールで観光客がいろんな、ホテルに帰るためにタクシー待ちとかすごい行列並んでるところに、あれは何歳ぐらいですかね、小学校、低学年1年生とか2年生ぐらい、年でいえば6、7歳かなと思うんですけど、髪ボサボサのもうすっごい汚れた、服とかも顔も泥っていうかね、なんかすごい汚れた子が、タクシー待ってる観光客の人とかに一人一人にこう、ギブミーマネーみたいなね、ちょっとお金をくれみたいな、言ってきて、で自分とかにも来たのでノーって言ったらちょっとチッみたいなね、舌打ちもしてくるみたいな感じで、一応コーディネーターさんというかこうね、そういう人はああいう子にはあげない方がいいよねみたいなね言ってたりしてるぐらいでしたけど、でもいろんな観光客の方いるんで、あげる方もいるんですよね、お金とかを。で、その時アメリカ系の人だと思うんですけどね、その人がお金あげたら即そのお金で、屋台のホットドッグ屋かな、あれタクシー乗り場のところにホットドッグ屋の、屋台みたいなのがあって、お金もらってすぐそのホットドッグ屋に行ってホットドッグ買って、もうお店の目の前でガーってすごい勢いで食べて、でタクシーのタクシー待ちの列をこうなんて言うんでしょうね、案内する警備員じゃないですけどね、ちょっとちゃんと並んでくださいってすると現地のフィリピン人の方とかがその食べてる少年をシッシッってねこう追い払うみたいな感じにして、その少年はまたなんか睨みながら食べながらその場を去って、行きましたけども、ストリートチルドレンとかってその時は言うのかな、そういった子もいたり、野犬も普通にだんだん歩いてて危ないみたいなね言われたり、狂犬病というかなるかもしれないから噛まれないようにとか言われて もう犬の方から寄ってくるんでどうしようもないですけれども、近寄ってきただけで何も噛まれずに済みましたけど、文化の違い、でもそれが嫌っていうよりは、こういう文化なんだっていうのと、なんか勉強になりますね。なるほどなって思って。で、もちろんそういう月2万円で先生たちもね、頑張ってて。その学校の基準も厳しいんですよね。TOEIC っていう英語のね、試験というか、英語の能力を見る試験、点数とかでね、見れるんですけど。満点は999点とか、なんかちょっとね、1000点ではない。その TOEIC の試験で、900点以上取れないと、その先生のね、仕事がクビになるって、即クビになるっていうね、定期的にこう試験を受けて、ちゃんと英語を教えられる能力のある人かどうかっていうのをね、先生たちもクリアして、やってたみたいですけど。もちろん母国語なんで、当たり前って言われたら当たり前ですけど、教える立場なんでできなきゃいけないっていうところですけどね、その、
まあ、お金でちゃんと勉強もして、でしっかりとも教えて、でその中でも全然その暗いとかがないというかね、明るく生きてるという、前向きにポジティブにみたいな、いやすごいなと思いましたね。やっぱりその気持ちというかメンタルというか、その辺がうおすごいなという、ね、まあなんとかなるさじゃないですけどね、多少ちょっと大変でも大丈夫大丈夫みたいな、やっぱりずっと常にこうあったかいところの温暖なところで、まあ、育ってるとかね、いろいろ環境要因というかね、気質というか、まあ、いろいろあるんでしょうけど、おおすごいなみたいなね思って、でそういうところで、まあ、経験ねいろいろ、まあ主には英語のね勉強でバーってやってましたけど、やっぱりそういうのを見て改めて思ったのは、日本は、日本で頑張るのは余裕だなというか、うん、日本でもっと頑張ったらなんとかできるんじゃないかみたいなね、まあすごい成功まではいかなくても、まあまあ生きてはいけるなあっていうのはね、すごい自分はその時感じました。まあね、ちょっと物価の差もいろいろあっても、日本はもっとイージーじゃないですけどね、環境的にも、うん、本人がやる気さえ出せば、自営業というか何でも、まあ、サラリーマンでもそうですけど何でも、うん、まあ全然生きていけるよなっていうね感じはすごい感じるんで、なんかその差というかね、もっと日本で、まあ、ハングリーにじゃないですけどね、頑張んないとこれ、なんかそういうそこそこお金もらえてんのに暗いく生きてくのと、ね、お金そんなにもらえないけど毎日楽しく明るく生きていくみたいな、その差というか、なんかちょっとそれならもらえて楽しく過ごした方がいいなって、人生明るく生きた方がいいなってすごい思ったので、自分はそういう風に、うん、生きていきたいなと思いましたね。そんな感じでいろんな経験を経て、いろんなね考え方を得られるということで、結果的にですね、まあ言いたいのは、いろんな文化に触れたり留学とかね、まるまる環境変わるっていうのは自分にとってはすごい良かったなっていうので、まあ若い方とかね、そういった方にもぜひ、海外にも興味ある方とか、もちろんですね、留学って結構ご高齢の方でもいらっしゃって、何歳だっけな、70歳80歳の方がもう何回目かの留学、まあ、若干こう観光も兼ねてるかもしれないんですけど、名物おじいちゃんみたいな、まああの人何5回目か6回目ぐらいの留学よみたいなね、すごいおじいちゃんもいたんで、バリバリ英語喋ってる感じの、ちょっと言葉がねゆっくりしかあんまり出てこないみたいなね言われてはいましたけど、でも英語全然自分より喋れてるみたいな、全然そういった方もいるんで、年齢層も若い人も多いですけど、まあそれはそれで刺激にもなりますし、自分24でしたけど全然、うん、自分よりも上の方もいるし、まあ若い人、大学生とか、まあ早い人はね高校生とか小学生ぐらいで親と来てるみたいなね人もいました、保護者と来てるみたいな、だから全然いろんな形あるんで、そういう一つ行動するかしないかで、ね、留学って言っても行動するかどうかだけだと思うんで、なんかそれはね自分もすごい良かったなと思いました。うん、その経験があるから今なんか暑いとかいろいろあってもまあまあね頑張れるところというか、日本だしなみたいなねところで、日本に生まれたことがどれだけ恵まれてるかっていうのが感じられましたね。いやこんな感じでちょっとよくわからない熱い感じになっちゃったかわかんないですけど、
よくわかんないこと言ってるかもしれないですけどね。まあこんな感じで、いろいろ言いながらただただピーマンを取らせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。